はい、ということで今回はこちらのファブリックのミニ財布の全カラーをご紹介させていただきます。はい、お願いします、はい、今実際に私が持っているのがチョコの色ですね。はい、これ少しだけツヤが出てるんですけども、はい、実はこっからここまでがワックス加工を施された革になっております。ちょっと白っぽい感じが、そうなんです、ちょっと霧のように白みがかかってるんですけども、はい、しっかりこう革に馴染んできてツヤが出てくるタイプの素材です。はい、でこちらからここの3種類、3色が発色がいい。はい、そうなんです。こちら顔料での染めになっておりまして、この発色が綺麗なまま育っていくので、ちょっとこちらとは違った楽しみがあります。ちょっとこの断面の感じも、ちょっと中の皮が見えつつっていう感じで、はい、そうですね、他のものとはちょっと違いますね。そうなんですよ。でこれで使用されている皮は牛革で、国産の素材を使っております。はい、でこう使うほどに馴染むこの特色と、まあ、ずっとこう張りが、張りが強くて発色も綺麗なこの3色で、合わせて10色 ?9 色でご用意しております。こちらが結構使ってってこういう風にツヤが出るんですけど、まあ、フォルム自体もかなりこう薄くなっていくんですね。これ実際に新品と使った後、だいたい半年ぐらい使っております。お金とか中身が入ってもあまり厚さが変わらないので、すごいコンパクトでカバンの中でも小スペースで持っていただけます。はい、はい、ということで今回はファブリックのミニ財布の素材についてご紹介させていただきました。はい、続いての動画はこのお財布がどんな人におすすめかをご紹介させていただきます。はい、ぜひご覧ください。ありがとうございます。